オ YouTube、 さあ今回は栃木飯です。栃木飯、はい、ね、ちょっと歩くてっけど、ね、あ、場所はですね、宇都宮駅から車で30分ぐらいかかる、ちょっとね、駅から遠い場所なんですけど、あ、日里の方だね、はい、で、ここでね、あの餃子をよく食べてたんですよ、我々、はい、サイカさんね、サイカさんで、はい、キング餃子ってでっかい餃子があって、はい、ただずっとラーメンが気になってて、はい、でついに今日ラーメンを食べられる日が来たんで楽しいです。楽しいですね、メニューの方お伺いいたしますね。はい、今日だったらラーメンメインで食うんじゃん。ラーメン、チャーシュー麺、チャーシュー？チャーシュー麺が一つ。はい。どうラーメン。ラーメン、チャーシューとラーメンですね。あとはやっぱ餃子ね。はい。キング餃子頼まれてる。大きい。はい。これ5個でいいです。5個で。はい。1枚ですね。はい。以上です。すいません。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これすごいね。チャーシュー丼っていうのが。ちっちゃいおまけでさ、よくあれだろ、わかっけだよ。うん。チャーシューどんどん、チャーシューはもち豚、ほら、いつもロケがもち豚、もち豚、ほら、もち豚でね、バトンもち豚、そこで大将、ほら、マスターがさ、すごい豚肉を次から次へとチャーシュー、手作りにすげえこだわってるんだね。そうそうそう、ラー油とかもなんか、ちゃんと全部ごま油、うん、お店の手作りでしょ。ラーメンに入れてもいい、うん、書いてあったよ。ラーメンに胡椒、ラー油のからし、ニンニクを入れると特製サイカラーメンになります。この後営業あるからニンニクだけ入れらんねえな。そうだ、俺が耐えてもいいよ。おめえが壁に入れても、俺が壁でも耐えてあげる。お前が入れる。ここの店舗に以前来たことがあるんです。よくあの餃子食べにロケで何度も来てる。あと冷凍でも売ってるし、はい、プライベートでも来たことあります。これ珍しくないですか。これラー油でね、ラー油のここにあるやつだけ、砂っていうところだけで、別にやってるけど、ラー油もある。分けてくれてる。分けてるじゃん。餃子のタレに結構こだわりがあります。最近もう酢だけでいいですね、マジで。年取ってきたら酢だけでいいです。酢と胡椒とかこういうちょっと辛いやつちょっと入れるだけでもういいですね。もう結構あん自体の味付いてるところが分かって、それだけでうまいんですよね。あるものを適当に入れるってことが俺のことです。聞く気しねえな、そのことは。よく聞かれるんだよ。よく聞かれるんですよ、餃子の。聞かれるね。あれ。俺は、醤油あんまり入れないかな、最近は。ちょっとだけ入れるかな。やっぱしょっぱ漬けの栃木県民として売ってるから、ちょっと醤油です。焼き目いいね。いい。美味しそうだよ。うまそうだな。うまそうだよ。念願のラーメン、いただきます。あ、しょ、迫力すごいね。もち豚。透き通った系のそば。すごいっぽいけど。ああ、うまい。手打ち麺いただきます。うん、うめえ。そうだ、周りのツルツル感すごい。うまい。で、噛んだ時の弾力すげえいいっす。うまい。あとこのバトンもち豚のチャーシュー、うまいっす。うん、見た目よりも、うん、コクすごいね。あ、そう、ここ自慢だもんね。うん、さすがワトンモチ豚、うまい。甘みが強い。これもいい。うん、いただきます。そう、うまい。うめえ。うめえわ。麺の舌触りすごくいいし、太麺でもちもち系ですね。うめえ。このスープも抜群にうまいな。つゆうめえ。あっさりしてる。あっさりしてる。醤油うめえ。なんだこれ、うめえ。
うん、並ぶ理由わかる。うまっ、うまっ。おじさんたちがチャーシューの大盛り頼んでるのよくわかんない、うん、チャーシューの大盛りでもいい、うまい。つゆがさ、もめちゃう系のスープだね。うめえ、あっさりしてんだよ、甘みがあってうまい。チャーシューの見た目より柔らかくてうまい、うん、私がご主人が入った瞬間ってちゃんと切ってたね、うん、ものすごくいっぱいってる。これでげえ、ほらでかくないですか。ねえ、さすがキング餃子。ねえ、ショートホープじゃなくてパーラメントぐらいの大きさですね。長いな。長い。いただきます。うまっ。皮もちもちで。八角が入ってるんだよね、うん、八角が入ってるんで独特の香りがするんですよ。うまい、うまい。いただきます。おー、うまっ。うん、うまっ。これがね、やっぱね、お土産でもよく買うんですけど、お店で焼いてもらったら一味違う。うん、家で食ってもないけど、お店で食うとよりうめえ。はい、はい、はい、麺がうまい、ツルツルもちもち。麺マジで周りになんか塗ってんじゃないかっていうぐらいツルツルします。スープはなんかね、体に良さそうな味のスープなんですよ。チャーシュー麺にすると結構いろんな部位が入ってて、いろんな部位が入ってて、うん、でけえ、うまい。はい、どうぞ。ラーメンさん、うん、味変してる、うん、胡椒とこれ入れて、本当はニンニクも入れると最下ラーメンの完成ですって取扱説明書に書いてあったんですけど、この後営業あるんで火よってニンニクはなしでいきます。あ、味変わるな。ごまのいい香りですって美味しい。手打ちの不揃い感もすごいいいですね。独特のスーッとした香り、八角だから大人向けだね、香りは、うん、うまい。セットで食うべきですね。大食ってきたな。あ、でも念願買うって嬉しい、幸せ。駅から遠いんで、まだ車通らないと来れないです。近くに大谷石って有名なとこあるんで、大谷石とかの帰りとかも見ましたですね。大谷の資料、大谷のロケとかに、ここ来ようかさ、やっぱ昼時とかで混んでて、ちょっと時間ないか諦めっかとか言って何回か諦めたりとかしちゃうんですよ。ついに食べられました。成人男性だったら大盛りにしといた方がいいかもしれないですね。余裕で食えちゃうと思う、ツルツル入って。うまかったぁ、お見事、お見事だね。うまかった、優しい、スープ優しい。ついに念願のラーメン食べられて嬉しいです、はい、いや、本当美味しかったです。ごちそうさまでした。さすがキング。U字工事のチャンネルの登録お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくねってやつね。